鎮太尾神社は、宮崎県宮崎市鎮太尾にある、鎮太尾のほぼ中央に鎮座する神社で、周囲1.5キロメートルの鎮太尾全島を境内地と、する。旧社格は、孫社で、現在は、神社本庁の別表神社。鎮太尾は、全島が、熱帯、亜熱帯植物の群生地として、国の特別天然記念物に指定されている。天津日高彦穂で見命とその光。 豊玉姫命、そして塩東大臣を祀る。いずれも山幸海崎神話にちなむ神で、縁結び、安山、公開安全の神として、信仰を集めている。鎮太鳳神社全体俯瞰案内は海洋に対する、信仰によって創始されたと考えられ、古くから鎮太自体が霊域として崇められており、そこから口実するように、江戸時代まで全島が金属地とされていた。 社殿によれば、山幸海幸神話で、彦頬で見命が、海神宮から帰還した際に、神桃に上陸して、宮を営んだため、その宮後に、命と上記二柱の神を祀ったのに始まると伝えるが、漢文二年の大地震で、旧記古文書類を失ったために、宗師の古伝をつまびらかにしえないという。神社の旧記によれば、平安時代の日向国の国史の順式とされる。 日向土産のある書に、佐賀天皇の行に、笹具隆史沈太を大名人と記され当時すでに、数形されていたと伝え、その後分岐3年に、伊藤院優によって再興されて、以降、伊藤氏帯藩の厚い数形を受け、大英3年、天正6年、上京4年、官方2年、明和4年、文化5年と6度にもわたる社殿の造営、改修や、境内の保全事業が行われた。 また、帯藩時代は、藩士の中で、土規格の者一人を島奉行に任じ、島内の樹林や磯辺を監守させたほか、牛馬を徒党させたり発砲を禁じたりと一切のお会いを警戒させていた。原文2年まで入党は、新職と島奉行のみに限られ、村民は、対岸の尖り浜に廃所を設けて遥か廃していたが、当時の官主であった長友肥後が、藩主に解禁を申請し、 以来一般人の徒党参詣が可能になった。明治4年、孫社に弟子、戦後は神社本庁の別表神社に指定された。冬祭り10月18日の礼祭以外に以下の神事が著名である。長友氏が鮭として務める。後期に、鮭は古く、鎮下を背後の抱えた村という200個程度の村落に居住したが、同村は、漢文2年の大地震で水没したという。 本殿は流れ造り、拝殿は霧妻づり平入りで、共に同板吹きまでは板吹きであった。現在の社殿は昭和49年に火災で全焼した後、再建されたもの。元宮その他、海関神社、石神社、五祖神社、エビス神がある。境内地は、沈尾前島で、島内の亜熱帯生植物群落は、大正10年3月3日に、 国の天然記念物、昭和27年3月29日に、道特別天然記念物に指定され、鬼の洗濯岩と、通称される周囲の流気かゆかと、奇形破食根は、昭和9年5月1日に、国の天然記念物に指定された。弥生橋と陳太を9月2日の春高陳太を得、渡るための橋は、大正9年3月、昭和天皇が、 皇太子時代に行刑した折に仮設されたのが起源で、当時の大田所所長入り得ため守るにより、3月にちなんで、弥生橋と名付けられた。当時のものは、昭和15年の台風によって全壊し、現在のものは、同26年9月2日に掛け替えられたもの。ありがとうございます。